こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、まあちょっと家作りのなんか歴史でもないんですけども、このリビングっていう言葉がありますけども、これの、まあ、時代とともにこう変遷がこうありましてね、でこれをずっと俯瞰してみて、これからの家作りどんなことを考えたらいいのかなっていうのを、まあ、少し皆さんと考えていけたらなと思います。はい。でね、今回のこの話に関してはちょっとこの前から紹介してるんですけども、住まい方解剖図鑑、大島健二先生の本の中に、まあ、このテーマがありまして、まあ、その先生が書かれてることの説明とですね、で僕がそれを受けてこんな風に感じたっていうところを、まあ、ちょっとシェアできたらと思っています。はい。では、話を始めていきましょう。まあ、いつものようにちょっと僕の板書き見てもらえたらと思います。これね、本当なかなか興味深い、うまいことまとめてはんなと思って僕読んだんですけども、もともとですね、家のこう作り考えた時に、まあ、1940年、いわゆる戦前ですね、戦前までの、まあ、第二次世界大戦がこうその前までのこう日本の古い家の状況を考えると、台所がこうあったらすぐそれに隣接して、まあ、食べるのと寝るのを一緒にやる間があるみたいな、まあ、よく時代劇なんかで下町のこう長屋が出てきたら、ハッツァーンとクマさんとか言ってバーッと開けて入ったら土間があって畳がある。でそこでもうご飯も食べりゃ子供を寝かしたり自分たちが夜就寝もするみたいな、そういうような感じですね。でそれで、ね、まあ言うとこれがですね、この食事することと寝ること、食寝の不分離、一緒になってるっていう、まあそういうふうな見立てで言うと、こう一つの見方になっていたのが、これが約これ10年経ちましてね、いわゆる戦争を超えた、まあ、戦後少し落ち着いてからはですね、この台所に対して食べるための専門空間と寝るための専門空間っていうふうにこう分けようというふうに、この住宅のその設計をする人たちの中で声が高まって実際そうなってきた。でそれが食事と寝ることを分離するという、食寝の分離っていうことで、これは狙いが何かやったかというと、体と精神の衛生って、ちょっと硬い言い方ですけどね、まあ、だからやっぱり体の健康、まあ、心身の健康のためには、この食べるということを寝るということを一緒にせんと分けた方がいいんじゃないのっていうふうになったって言われてますね。まあそう言われたらそうなのが、僕ちょっとこの辺まだ生まれてないんで全然実感がないんですけども、それが1960年代になったらですね、台所があって茶の間というものが生まれるんですよ。もう茶の間っていう言葉って、まあ、昭和だったらすごい使った言葉やと思いますけども、まあ、食べることプラスアルファみたいな、そういう機能の、その食べることプラスアルファとは何なのかっていうのが、まあ、いわゆるテレビの出現じゃないんでしょうかね。まだまあ60年って早いと思いますけども、もう大体まあこういうのがだんだん60年代の中頃ぐらいからは出てくるというところになってくるので、でそしてそれに寝るっていうことと寝ることに対するプラスアルファみたいな感じで、まあ、生まれてくるですね。だから食べるだけの場所がお茶の間という言葉となって、家族みんなでくつろぐ一家団らんっていう言葉はどうやらこの辺からで固まってきたようですね。そしてそれが1970年代になると少し変わってきます。まあ、どうなんでしょうね、高度経済成長の時代になってきて少しこう豊かになってきたんですかね、お金の面でもね。で台所があってこう茶の間っていうのは存在するんですけど、もう一つね、応接間っていう概念が出てきたんです。応接間ってもう死後ですよ、今ね死後ですけど、もう僕の子供の頃はもう新築する言ったら応接間作るっていうのがもうなんか夢と憧れというか流行りみたいな感じでしたね。でそして寝ることとプラスの個室っていうことで、まあ欧米型であり、その欧米型接客っていうんですかね、応接間っていうのがね。でまあその応接間には覚えてますが、ピアノ置いてる家とかね、なんかよう分からへんけどゴルフのトロフィーとかボーリングのトロフィーみたいなのが飾ってやったり、舶来って言うことも分かるかな、舶来の洋酒なんかがね並んでたりした、そんななんかこうそういうのディスプレイしたりとかする、なんか一つこうどうだすげえだろ俺ってみたいな感じの、まあ、そんなのが1970年代
いうとこですね。だから一家団らんという概念のその次に豊かになってきて出てきたのがその家のご主人さん、奥さんも含めてですよね、のなんかこうステータスみたいな感じの、その中心主義ですね。まあこれはね、なんかこの辺前後からすごく根強くあって、田舎に行ったら特に多いですけど、二間続きの和室、俺が死んだらどうで葬式すんねんみたいな、おじいちゃんがよく言ってたあの世界観っていうのも、これは応接間とあんま意味が変わらないですよね。あれって人を招くための接客スペースですからね、はい、でそんな感じができてくる。でそれこれがですね、1980年代になると大きく変わってくるんですよ。でこの辺になってくるとちょっと皆さん結構馴染みになってくるところになってくると思いますけども、食べる台所っていうような概念出てくるんですよ。わかりますかね、キッチンカウンターみたいなのでもうすぐ食べるみたいなね。でこのダイニングとかキっていう、そういうような概念も生まれてきて、そしてそれとは別に応接間っているっていう感じになってですね、でもあのスペースでみんなくつろいだりするのはなんかなかなかいいよねということで、今度まあいうある面茶の間からの進化かもしれませんけども、今っていうリビングっていう概念、ここで初めてドンと出てくるんですよ。だからリビングって言葉は多分日本人に浸透したのは1980年代じゃないかなと思いますね。はい、だからまさに僕はもう、高校生、それからまあ大学生みたいな、まあ、時代だったですかね、まあ、大学生になる前、手前の高校生までぐらいの、まあ、いわゆる子供という時代の最後の頃に出てましたんで、そうするとここでですね、家のご主人様っていうもののステータスじゃなくて、いややっぱ家族でしょっていうことで、家族の中心にこう移行していった。ここで初めてリビングという概念が非常に日本では明確になってきたということで、1990年代以降は LDK で、そして個室主義ですね、寝ること、要は子供部屋を充実させようとか、子供部屋は広いしっかりしたリベンジみたいな感じ、自分たちがこの1980年代に育った親たちは子供に十分な個室を与えてあげたいということで、まあ、ちょっとイメージで言うと家族中心主義の、まあ、進行版やと思うんですけど、これ僕が勝手に言ってるんですよ、子育て中心主義になってきたみたいな感じですね。でそれで、大島先生、大島健二先生こうおっしゃって、今は誰もいないのがリビングだと。どういうことってことになってくると思うんですけども、まあ要は今ものすごいスマホの普及とともに、みんな確かにリビングにいるんやけども、全員がスマホ見てるみたいなことよくないですか。僕なんかがね、やっぱりその不思議に思うのは、例えばそのファミレスなんか行ったら、若い男女がカップルがですね、喋ってるというか向き合ってるんですけど、お互いにスマホを見てなんかこうチャカチャカやってて、2人会ってるんやったら喋ればええやんって僕思うんですけど、あれはあれで全然ひょっとしたらここで LINE をお互い売ってるような可能性もあるぐらいな感じで、まあそれと同じことがこう家の中でも展開されているということで、あれが非常にこう普通な景色になってますよね。だから大島さんは、先生はこうおっしゃってるんですよね。まあ、家は個室化に向かうっていうことであったりとか、リビングは家族はもう集わない。でリビングはじゃあどんなんですか、言ったら、リビングはホテルのロビーじゃないの、チェックインカウンターがあって、ちょっと座れるソファーがあって、そこでこうするみたいな感じで、だからひょっとしたらリビングという言葉も消えていくのではないかな、茶の間とかね、おせつまみたいな感じで変わっていくのではないかなっていうような、まあ、予言めいたことをこうされてるんですよね。でまあこの話ね、なかなかなんかこう味わい深いなと僕思いましてね、やっぱり思うんですね、リビングって何かって、まあちょっとすごくこう硬い言葉というか大仰な言葉なのかもしれませんけど、僕はなんかこう自己実現だったんかなと思う。だからそのなんていうんですかね、食うや食わずでなんとかかんとか生命を維持してた最低の衛生要因を満たしている生活の中に、茶の間というもので食べること以外のエンターテインメントが入ってきた。でそのエンターテインメントをみんなで楽しむ一家団らんが自己実現やったんですよ。だから力道山の時代とかでもみんな分からへんと思いますけど、力道山とかさ、僕の子供の頃やったドリフターズとかね、そういうクレイジーキャッツのね、ゲバゲバ90分とかで、そういう時代が70年であったんですけど、あれ全部エンターテインメントで、それをみんなでゲラゲラ笑ってみたり、ワクワクしながら見るっていうようなものがこう自己実現の中心課題やったんじゃないかと。でそれがですね、さらにちょっと深まって、そういうこともやりながら自己顕示っていうんですかね、
俺頑張ってきたよっていうのをこう世に示していったりするようなもので、自分たちは全然習われへんかったピアノみたいなものを娘に習わしたいとかみたいな、トロフィーを飾って俺はその遊興、いわゆるその そういう娯楽も楽しんでるんだ、娯楽でちょっと極めたりしてる、道楽もやってんだみたいなことをやるっていうのが次の実現の表現であって、で次がそういうことを超えて、いややっぱりなんかこのもっとこう何そぎ落としたやっぱり家族の団らんっていうものを次の次元でこう高めていくみたいなことになって、そしてやっぱり子どもたちをしっかり育てていって、そのなんていうんですかね、こう教育っていうものを上層教育とかもことも含めて、よりなんかこうあのなんか受験勉強主義以外の、まあ、ゆとり教育みたいなやつのちょっと前段階みたいな感じですかね、なんかみたいな感じの方になって、良き子どもたちを育てていくみたいなこともこう自己実現なんだみたいな、こういうのがあってきて、今それをこう超えて、じゃあ次の自己実現はまあ何になっていくのかなっていうとこなんですね。皆さん なんですかね、これから皆さんにとっての自己実現とは何を家というものを通して表現していきたいでしょうかね。でこれが多分これからの家を考えるっていうことじゃないかなと、僕はちょっとこの今回の大島先生のこの具体的なこうご説明聞きながらです、読みながらですね、すごく感じた次第になるんです。でそういう中でね、僕そのそれでもやっぱり家族ってあの団らんっていう、家族がこう集まる瞬間、集まって会話しコミュニケーションしたりする瞬間、顔色を見たりですね、一声かけたりする瞬間は絶対に永遠にいるのかなって思ってる、まあ人間でいくとね、やっぱり原点は食べるってことかなって思うんですよね。リビングは食べることじゃなくてくつろぐっていう風になりましたけど、でももはやリビングはバラバラにくつろぐところになってるので、別に各個室でしても各なんか違うエリアにあのコーナーに行ってもいいっていうところになってくると、家族が集まるのはもう食べる場所だから、テーブルが中心の家になっていくんじゃないかなと。そこでお茶を飲んだり美味しいものをつまんだり、時にはそのなんていうんですか、古いアルバム、まあ今やったらあの iPad みたいなあのタブレットかもしれません、あんな見ながらこうパーッとみんなあゲラゲラゲラって写真見ながら笑ったりとかするようなね、でそんなような、まあ、ことなのかなって思う。でそこに、まあ、ここにもちょっと概念と書いてるんですけども、最近は家でワーク、純粋に働くっていうこともね、リモートワークで、あのフルリモートワークの人なんていうのも、もう関東では結構いらっしゃるみたいで、驚きなんですけどね、もう全然その会社に行かなくても働いてるっていうのはね。それとスタディで、スタディは今まで個室に寝るところにプラスアルファでスタディやったと思うんですけど、スタディが限りなくこの食べる空間に寄ってくるみたいな、家族のテーブルがあってこのそばにスタディコーナーがあって、子どもたちがそこで勉強してるとか、あるいはお父さんお母さんがそこで使ってこう調べ物してるみたいなところもあるし、これスタディとワークって似てるんですけど少し違うと思うんですね。子供がスタディしていくっていうことはまた本当に全然違うし、大人のスタディも違うようなあのするんですよね。でそしてもちろん寝るっていうところが出てくるんですけども、ここにちょっと僕が今こう子育てが一旦終了して娘たちが育っていった中で感じることがありましてね。でそれがですね、その寝るところを、まあ、ホテルのような個室にするっていう感じですかね。それは何かというと、ずっと寝るわけじゃないんですよ。たまに使う、あるいは気分転換にたまに就寝をあの分けつというようなことなんかもしれません。でそして、そういうことの中に最後に改めて当たり前すぎることなんですけども、この台所っていう機能はこの家の中にずっと昔からあるんですけどね、この台所っていうものは何を象徴するかというと、僕は家事ってことやと思うんですね。でその作るという、あの食べるものを作るということ、それからみんなを慈しむ、まあ、例えば清潔な服を着せるとかですね、きれいなシーツで寝るようにするとか、それからあの清潔な状態に保つって掃除みたいなことなんかも全部家事なので、この家事をどれだけ合理的にやりながらやっていくということで、なんかこの1980年から始まった1990年それから2000年ぐらいまで永遠と続いていった、あの十分に広いリビングというものの面積の構成っていうものは、なんか
少し変わっていくのかな。でその中に新たな自己実現が あるのかなと思っています。で僕はもう個人的にはですね、娘が巣立っていったので、たまに娘に帰ってきてもらって娘と美味しいお酒を飲む、で、ちょっと娘に甘いものを食べさせるとかですね、まあ、それからひょっとしたら娘たちがこれからパートナーを得て子供をもし授かって孫を授かってくれたら孫をに美味しいものを食べさせるみたいな感じで、もうじいちゃんと遊ぶ理由なんてもうそれぐらいしかないと思うんですよね。もう子供たちがその頃ゲームとかそのスマホを介したりするような世界に僕が一緒に遊んでやるっていうことはひょっとしたら少なくなるかもしれない中で言うと、でそしてじいちゃん家に来いよって言って一緒にわわようよって言って、でもじいちゃん家泊まるのはなって言わさんためにはホテルライクな個室なんですよっていうようなことで思うと、これが僕の自己実現です。これ僕の勝手な自己実現ですよ。でこの話を聞いて共感していただいた方はそれに近い自己実現に寄っていくと思うし、違う森下さん、俺はギターを弾き鳴らすとこが欲しいんや、いわゆる方丈記に出てくるようなその琵琶を弾いて歌を読んで暮らすみたいな、それって究極のその最終形みたいな自己実現であれは出てきてるわけですけども、そういうようなものなんやと言われれば、その趣味性の高い空間っていうものが一体何なのかみたいなことになっていくので、まあ、そんな感じでこれからの家を考えていただくのも一つ一つこう一興というか面白いんかなと思いますんでね、まあ、そんなことをちょっと今日は魚にしてみました。これからねやっぱり家っていうのは価格も上がっていくでしょうし、住宅ローンの金利も上がっていくから、求めにくいものになると思います。だから家って本当に持つべきなのかなって思う中でね、僕が最近着目してるのは多分20代の人たちの持ち家率って逆に今度上がってるんですね今。だからやっぱり家を持つというものはその経済的効率っていうものを超えた何か自分の大きな自己実現と密接につながってくるもんやなと思うので、これからますます家を考えることは面白いことじゃないかなと思ってますので、ぜひねこんな視点も持っていただいて家作りあんまりこう現実に打ちのめされてねちっちゃくならずに、ちっちゃくなるんやけどその中にあるものはとっても大きいみたいな豊かなんだっていうのを一緒にこうやっていけたらなと思って、まあ、今日は解説をさせていただきました。はい、まあ、こんな感じで、まあ、今日ちょっとアカデミックな偉そうなこと言いましたけどごめんなさいね。まあなんだかんだいつも家作りについて解説をしてますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。